ついにこの時が、小池ドッキリ企画そして、うん、そうですね、今小池さんが東京にいらっしゃるのでドッキリ仕掛けようということで作戦会議ですね。そうっすよ、何をしようかなと。2人のことを考えたら分かると思うんですけど、2人の関係性、まあ、離れててもいつも一緒にいるかのような関係性なので、もしね僕がちょっと変装して純喜くんの、まあ、例えばこうお店に行って近くに変装して座っても気づくやろと。ちょっとドッキリを仕掛けようかなっていうのをラーメン食べながら言ってますわ。確かになんか見た目とかじゃないですもんね。初動とか背丈とか一挙手一投足でもう絶対気づくはず。っていうか多分ね、もう入った瞬間に匂いで気づくんちゃうから。だって知ってると思うんですけど、ずっと一緒にいましたからね、車で。僕が運転して、アッシーなんで。で、小池メッシーなんで、ご飯食べさせてくれるんですけど、あんだけ、あの空間で一緒にいたら、絶対無理でしょ。なんかそういう一個ずつちょっと段階クリアしていく感じで、で、マスクつけてる状態とか、マスク、それ外した状態とか、ね。で、普段ほとんど帽子かぶんないんですけど、一応キャップ編んで、キャップかぶっていこうかな。そうっすよね。結構ちゃんといつも私服着ていってるんで知ってるんですよ、服のこと。だからちょっとあんま純喜くんが見てない服にしなきゃいけないなと思います。自信のことはどうですか。まあ、1個目はさすがに無理かな。だってキャップかぶってメガネしてマスクかぶっていつもとちょっと違う服で、だからそれは多分さすがに無理。でも2個目どうします。どこ声聞かせますよ。マジ絶対わかんねえ。店員さん呼ぶとか。すいませんちょっと引っ張って、ちょっと声変えて、すいませんそれいいかも、はい、声ちょっと変える、はい、何個か何回は作りたいですね。3個じゃちょっと少ないから、まあ、そこはちょっと打ち合わせして、まあ、ちょっとずつ。これは分かるやろっていうところまで分からへんかったら休止、コンビ休止、解散じゃない、休止。小池さん気づかなかったら、うん、チャンネル休止ってこと。休止、インスタライブも一緒にせえへん。この未来の小池さんに来たもん、まあ、よう気づいたな、うん、これも気づいたって喋ってるからね。もうやっぱ気づいた、ありがとう、気づいてくれてありがとう。楽しいんだね。これはもうワクワクしちゃう。多分ね、もう相当警戒してると思うから、どんな顔すんのかなっていうの、何してんのみたいな話。俺だったら、おいっ子んとこ来てます、家来てますみたいな感じで、知ってるよとこっちは知ってんだよ、そうだよね、できないよねと思いながら、そこはあんまり深掘りせずに、どんな反応なんだろうね、うわーみたいになるのか。今もう企画倒れするんじゃないかっていう心配がずっと頭の中にあるみたいな。もうここ最近連絡取ってても互いにちょっとこう予定の確認とかをしない感じ、互いに聞かないから、まあ普通に考えればちょっと不自然なんだけど、お互い気にしてるからさ。はい、というわけでやってまいりましたね。はい、ついにこの時が、小池ドッキリ企画1回目は帽子とマスクとメガネをつけて、そうです。そして、眼鏡も曇りがちやから、多分見えへんと思う。いやー、まあ大丈夫。
知らんから持ってるって思ってる。っていうかマジで1回目で気づくなよ。1回はさすがに大丈夫だと思うんで、せめて3音までは行きたいね。3回目はコーヒー買って隣の席に座る。そこまでは行きたい。もうさすがにそこはバレると思うねんけど、逆にバレんかったらお前何してんねんって感じです。さすがに1回目で気づくはちょっと。いやでもマジ勘いいから、あの人結構ジャブでその関西にいる感じをめっちゃ出してきたけど、マジでわからん。これで気づいたらマジすごいわ。逆パターンやったら絶対気づかんもん。ですよね。楽しみです。マジでちょっと緊張してんねん。1回目でバレたらあかんっていう緊張感半端じゃないから。試合前とどっちが緊張してる？今の方が緊張してると思う。やばい。ちょっと人に紛れんとね。はい。まあなんか波がありますよね。ねえ、もうこれが3回目ってなってたらそんな緊張してない。一発目やね、さすがに。です。そこの多分柱あたりが、あ、いましたね。いましたね。いる？いますね。座ってる？置いて。あそこに。あ、よけとけとけ。ここら辺多分見れないんで。じゃあ行ってきます。黒い真っ黒の服で、でメガネ帽子ましてっていう感じ。はい。隠れる気満々だね。隠れる気満々ね。最初なんか集団に紛れてくるらしいんで。あ、そう。狙ってんだ、そこ。で、多分止まらないかもしれないで追っかけてもらって。あ、そういうこと。通過した時追っかけちゃって大丈夫です。無視しようとするじゃん。そうだよね。絶対気づかれちゃいけないと思ってるから、隠れる前から知ってるって。じゃあそんな感じで、はい、止まってるってことですか？止まってるとかないか。見えないんだよね、顔が。違う。サイズ感がさ。はい。あ、違う。いや、でも今。そうかな、あ、そうっぽいな。後ろ姿が。今チャンス。大丈夫か？嘘やん。マジで？なんで一発でバレたやん。エグいって。なんでいいの？そう気づいたな、ほんまに。エグい。ビビカイドッキリ企画やってる。エグい。やばいやさ。一回目はほんまやばい。何してんの？これはほんますごい。逆に。カジコやばいです。これはほんまやばい。これはカジコやばいです。これはやばいよ。これはもう。どうすんの？これどうすんの？何？じゃ何じゃないのよ。何気づいてんねん。いや、ちょっとこれは動画ちょっとできないですね。ちょっとできないよ。帰ってよ。帰って。マジ？やばいって、それは。ここで気づかん。いや、どうしたんすか？かしくん、これ。マジやばい、これ。えぐい、えぐい。いやー。ちょっと待って、震えてない。
ある、こんな一番ドキドキしてたんがそこなんです。一発目やったんですよ、うん、一発目はバレたらあかんからっていうのをずっと、これほんま緊張する、試合前より緊張するって言ってじゃあ一回変えるとこからやり直してみるところからまあじゃあ一回あのさっきの入り口のとこでさ、そうそうこっち見て見ながら携帯いじってたじゃん、そっからやりましょうか。どっから見てたんですか。ええ、どっからでしたっけ。どっから気づいた、小池さん、どっから気づいたんでしたっけ。気づいたのはあれ多分1ヶ月前ぐらいか。どういうこと来んの分かってたん今回梶川亮太のドッキリ企画、逆ドッキリ企画うわー、マジか。ええやっぱ、だからもうあれよ、あっちもあのずっと見てた自動ドアのよ、これこうそわそわしながらこう携帯こういじりながらこっちこうやって見てるのとかね、遠目で見てる。逆ドッキリ気づくかこっちが来とんねんなんでこんな来てドッキリさすらにかけられたのなんなら、その前のあの友達よりドッキリしますけど、あの後からずっと逆ドッキリ走ってる何のやりとりマキオくんとのやりとり、スクショできてるから範囲から2回目はあのマスク取ったらバレますってそのスクショも全部見られてる。めっちゃ恥ずかしいやんめっちゃ恥ずかしいやん、何これ気にしてんなみたいな、やばいやん、なんなんこの流れ、何してんのってだからまだ足は震えてるバレてよかったんか分からんのと、もう今な、もうどうしていいか分からん、分かる、このなんだろうな、ドッキリ初めてやん。いや当たり前なんですよ、いやそんなんないんすよ、すごいワクワクした、ま、ずるっ、この待ってるっていうかマジずるいわ来た来たみたいな、バリずるい、そのドッキリドキドキ、こっちはもう声かけてきた時点で、お前やばいマジやってもかっていうか、マジで気づくんだ、あの人。え、火事って何聞こえた。あ、もう全部聞こえてました。でももう、無視あれ聞こえてないのか無視なのか分かんなかった。もうね、無視することも想定できましたよね、追いかける手でやばいよ、だからちょっと椅子引き目にしといた、椅子もこう、あ、いけるやりで、それも想定想定できました、全部そのままいや、どう、いや、僕は、でも、なんか言ってもやり取りここしてるわけじゃないですか。で今回の流れの話とかも聞いて、さすがに逆はないよなって思ってたんですよちょっと全部が全部信じてたら逆はでもさすがにないやろって思ってたんですよ。あるもんいやマジでやばいわ、結構だから僕も一回でバレたらやばいっすよみたいな話をなるべく伺ってくる。めちゃできるやん、このカメラマンいや、マジでえぐいわ、これマジでほんまにわからんで、いや、なんか大成功ですね。大成功でしょ、家泊まらせて知ってんだよね昨日からいんの大成功です、全部あなたの手の中動いてたのね、こういうことなのね手のひら、これはエグいわ。え、一発目逆ドッキリすんの？一発目は普通にやれ普通のドッキリ、普通のドッキリそう簡単にいかないわ。いや、マジでやばいわ。え、想定した昨日の夜、寝る前、いや、もうだからそわそわして、朝も目覚まし結構早起きやのに目覚ましの前に起きて、はい、めっちゃ楽しみにしてるよ、しようかな、いけるかな、あ、くそー、マジでやるなあかんねん。いやー、すごい満足は、いや、でしょうねすごい満足、そっちはクシャンとかでもドッキリしてくれるさっきも行く前、写真これで夢からドッキリしてくるわって写メを送ったのにドッキリしてくれたわ今度は内側歩いたことに声が言われたから、違うね、ミスやったんや、やっても、マキオ君に怒られるって思っていろいろなことがね、わざわざ来てるんで、この動画が良かった方はぜひチャンネル登録と、ボタンを押してください。よろしくお願いします。ありがとう、引っかかってくれて、こんな引っかからないとおらんわ全員引っかかんぞ、やってみ、全員引っかかんぞいや、大満足、ありがとうございます。